近藤マリエは日本出身の片付けコンサルタントである。2021年現在、アメリカ合衆国カリフォルニア州在住。2010年に出版した人生がときめく片付けの魔法は世界40カ国以上で翻訳され、シリーズ累計1300万部を超える世界的大ベストセラーに、2015年に米タイム誌の世界で 最も影響力のある100人に選出。2019年より、ネットフリックスにて公開された、コンマリ人生がときめく、片付けの魔法は、エミー賞2部門にノミネートされ、同年で、最も人気のあったノンフィクション番組1位となる。コンマリの通称でも知られる。東京都中央区立九小小学校出身。広市連度学園中学校、高等学校卒業後、 東京女子大学に進学し社会学を専攻する。実家の家族は、両親と兄、妹。5歳から、エッセなどの主婦雑誌を愛読。中学生の時に、本格的に片付けの研究をした後、大学在学中の19歳で片付け、コンサルティング業務を開始し、独自の片付け法、こんまりメソッドを編み出す。東京女子大学2年生の時から、片付けコンサルティング業務を開始。 卒論テーマは、ジェンダーの視点から見た掃除、片付け。大学卒業後、株式会社リクルートエージェント勤務を経て2009年に退職し、本格的にコンサルタントへの道に入る。女性限定の乙女の整理収納レッスンや、紹介が必要である、社長の整理収納レッスンなどの業務を行う。2010年12月27日に、人生がときめく。 片付けの魔法を出版。コンサルティング業の顧客の一人から片付けに関する本を書いてみることを勧められ、半年間のライティング講座を受けて執筆したという。同書はテレビ、ラジオ、新聞、雑誌などに取り上げられ、2021年時点で世界40カ国以上で翻訳出版され、1300万部を超えるベストセラーとなっている。 2010年から翌年にかけて、王様のブランチ、NHK ニュースおはよう日本、昼帯、中井雅宏の金曜日のスマたちエなどのテレビ番組に出演した。2014年春に結婚、同年に米国に拠点を移した。2015年、米、タイム誌の最も影響力のある100人2015年版アーティスト部門で、米国女優、 ジェイミー・リー・カーティスの推薦で選出された。2019年1月1日より、ネットフリックスにおいて、近藤が米国の家庭を訪問し片付け法を伝える、ドキュメンタリーのシリーズ番組、コンバリー人生がときめく、片付けの魔法が世界190カ国で公開。本作は、エミー賞2部門にノミネートされ、同年で最も人気のあったノンフィクション番組1位となる。 アメリカを中心とし、世界で片付けブームを巻き起こした。2019年8月2日、楽天は、コンマリメソッドの過半数に当たる株式を取得したと発表した。2019年11月18日より、コンマリメディアインクのサイト内でネットショップをオープン。2020年8月3日より、楽天が運営するインターネットショッピングモール、楽天市場において、 近藤マリエが、ときめく情報を発信するサイト、こんまりときめきライフ片付けの先にある、ときめく暮らしにおいて、愛用品になる日用品の紹介を開始。2021年1月28日、第三子妊娠を発表。4月23日、男児を出産したことを発表。ありがとうございます。